キング&プリンスナンバーアイ岩橋元気くん大好き、まいこでーす。今日は話題の商品を買ってまいりました。じゃじゃーん、名前入りコアラのマーチで、なんかこのコアラのマーチが今年40周年なんだって。でその40周年の感謝の気持ちを込めてこの名前入りのコアラのマーチが発売されるらしくて、そのらしくてって言ったのは、私今これ自分が持ってるの変だなって思うんだけど、公式には3月19日から発売になってたのよ。でもなんかもう巷で手に入れてる方がいらっしゃって、推しの名前見つけたみたいな SNS に投稿してるのを見て、え、私も見つけたいって思って。あと結構ナンバーアイについてもキンプリについてもユウチについてもちょっと話したいことみたいなのがちょっとあるから、こう開けながらお話ししていけたらいいなと思います。まあちょっと10箱買ってきたから、これだけあれば出るんじゃないかなって思ってるんだけど、どうなんだろう。ちゃんとさ、コアラの王冠とかさ、パーティー帽みたいなのがさ、40周年仕様になってんだよね。でアニバーサリーとかも書いてあるし、でなんかね、これいちご味もあるみたいなんだけど、私見つけられなくて、もしかしたら19日からなの。やっぱりちょっとフライングされてるからかわかんないけど、どこでも売ってるわけじゃないみたいだね、これ。なんか SNS の情報によるとさ、ローソンにあったよっていう方とか、イオンとかで見つけたっていう方もいたから、私はね、ちょっとイオンに行って購入しました。そう、なんかこの間私が、そのお猿のジョージ、岸くんのさ、スマホについてるお猿のジョージのキーホルダーが、ガチャガチャで再販してたから行ってみたみたいな。あれ私、イオンなんですよ。なんか事前に一応調べたのね、どこであるかなみたいな。そこになんかイオンとか駅の構内のガチャガチャにあるよみたいな情報が載ってたから行ってみたんで、皆さんもちょっとお近くのイオンとか駅とか欲しいよって思う方は探してみるとあるかも。この10個の中に6人がいるのか。でこの中には500種類の名前が入ってるみたいなんだけど、これね調べたの事前に、ちゃんと6人を表す名前が入ってたの。いやこれキンプリファンが作ったんじゃないよね。ここもレンだし、え、レイクンタン、ロッテのレイクンタンさんがもしかして企画してくれた。ありがとうございます。早速開けていきます。これさ、1箱で全員分出たらすごくない？え、私でもコアラのマーチ超久々かも。開けんのかわいい。推し活コアラ、プロポーズコアラとか書いてあるよ。優待ますように。最初なんで一発で出てきたら嬉しいな。じゃじゃん、林。え、待って、これ苗字も入ってんの？え、苗字入ってたっけ？山崎、待って、これ苗字担当ちゃう？これ名前じゃない可能性あんじゃん。山本やん。いちか。え、待って待って、え、そんな名前あった？苗字もあるじゃん。え、でもさ、このいちか、苗字、名前どっち？え、こんななんか限られた名前入ってるの？ちさき、あ、ランダムだ。名前だよね、ちさきさんは。あき。え、待って、いない？いや、私なんか勝手に一発目で出るって勝手に思ってて。自分が当たった。見える？なんか一発目自分か。あ、高橋さん、かいちゃん。え、待って、でもかいちゃん名前で行きたかったけど、高橋さん意見を届きます。まい、まい2個目。費用高ビッグ、外国の方いらっしゃった。トシヤさん、待って、もうないよ。シードさん、ヒデアキさん、あ、タッキーだ、タッキー、タッキーだ。そりゃ、え、待って、もうあと2個、10箱じゃさ、無理かも。セイゴーさん、いや、もっともっとシンプルな名前ください、シンプルな。次行くよ。さきさん、さっきもいた。ともみさん、すずさん、かんさん、あんさん、ひときさん。と
ペイさん、トッペイさん、トペ、テペ。見つめて突入。頼む、次こそ。もうこの名前にはこのイラストって決まってんだね、ヒデオさん。え、全然出会えない。でもこれ絶対ないわ。マリさん、待って、これ確率低くない？でもイチカさんとかアツサさん2回目。私イチカさんとアツサさんの引き強いわ。いや今日さ、これ開けながら最近のさ、キンプリ事情、ナンバーアイ事情、イワチ事情みたいなのを話していきたかったの。全然話すタイミングないわ。だって全然出てこないんだもん。頼むよ。待って、欲望が強すぎる。出てこいっていう欲深くなっちゃいけない。落ち着け自分。頼みます。みどりさん、マーチくん。なんでマーチくんだけくん付けなの？え、マーチくんってもしかしてレア？もしかして、もしかして。だってコアラのマーチくんのマーチくんでしょ。だって一人だけくん付けだもん。特別感ある。ちょっと取っとこう。4箱目にして、出た、レン。本当はカイっていうのを求めてたんだけど、高橋だってカイちゃんを表すお名前だから、キング&プリンスに会えました。いや、そう、キング&プリンスと打ち上げ花火、一般応募、なんと、なんと、ダメでした。残念でしかない、本当に。でも今ここで会えたんでよかった。でさ、キンプリちゃんさ、3月3日、3月3日は KP の日ですって言って、ぴょんぴょんってことよね。 FC 動画にさ、2023年のライブツアーピースの愛は味方さ、DVD ブルーレイ出る前に、円盤見る前に、ちょっと先取りで見れるの嬉しかったよね。あとあの後ろのさ、うさぎちゃんのイラストめちゃくちゃ可愛くない？しかもそれに合わせてさ、二人がさ写真撮ってるの可愛すぎんだけど。これで貝が同じところに入ってたら嬉しいけど。いない。お願い、頼むよ。まだ言うても理想からすると一個しか見つかってないから、もう私に全然貝もまだ目指すし。こんなに出ないもんなの？なんかさ、X とか見てたらさ、一発目で出たっていう人もいて、その人強運じゃない？推しが一発目に出るなんて運命やん。全然運命じゃない。だからこれが本来の姿だよね。なかなか出ない、推しの名前。なんなら自分の名前出がち。やばい、もうこんないっぱいになっちゃうよ。でもコアラの街、マジでいい匂いする。いや、マジでさっきレン君できた時嬉しかった。え、出るの？みたいな、逆に。マジで嬉しかった。頼むよ。出た、ショーが出ました。嬉しい。びっくりした。出るんだな、ゆうた。違う、マサルだ。ごめんなさい、マサルさん。え、これで半分だよ。ちょっと私余るんじゃないかと思ってたけど。ゆうた、お願い。待って、舐めてた。こんなてんこ盛りになるほど出会えないと思ってなかった。でもあと4箱しかないよ。頼みます。リアルな彼らにもそうそう簡単には会えないんだけど、コアラのマーチだったとしてもこんなに会えないんだね。え、なんで前が2つ出てさ出ないわけ？なんなん。自分の名前でもまあまあ嬉しいけどさ、でも求めてるのはさ違うのよ。あ、高橋さんもう一人。かすみさん。しげ、げんさん出ました。やった、げんさん。いわちのことだよ。いわちもね、もうすぐ写真集出るから、ラブね。私ね、それちょっと悩んでんだよね今。完全にお金の問題で、通常版が多分3月14日なんだよね。で、後日スペシャルエディションが発売されるの。なんか多分すごいスペシャルなの。イエス。そっちをね、購入しようかなって思ってて、そっちがまたね、お値段の方もスペシャル。いや、だからこそなんかすごいんじゃないかって思ってんだよね、勝手に。だけどこの間ね、そう、なんか発売日がもともと5月15日だったの。これが日付変更になって6月26日になったらしい。何なんだろうね。もっとスペシャルにしてくれるのかな。
期待しちゃう。いや本当にいろんな場所で皆さんが活躍されてて嬉しいですよ私は。この間さナンバーアイもさ初めて地上波出たじゃん、メニュー1はマジで嬉しかった。なんかそのしかもさダンスボーカルユニットっていうんですかなんかそういうグループばっかりが一緒に出てるところに並んで出てらっしゃって、なんかさすごく新鮮だったよね。紹介の仕方もテレビ初登場って言われてて、いやそうだけど親ってこうなのかなって思うくらい頑張れみたいな、そしてかましちゃえみたいな、なんかね感じたことない、嬉しいんだけど本当に記念すべき日だったからワクワクと楽しみなのと、その勝手に緊張わかんないよくわかんない気持ちになってた。なんかさウェーブがさ順々に回ってきた時あったじゃん、あの時さ岸くんウィファーってやっててさすがって思わなかった。ナンバーアイだけじゃなくって他のグループも込みでこう生放送であるっていうこともあるのか、なんかね緊張感みたいなのを感じてたの私は。その中でさ岸くんがほぐしてくれた感とかもすごいあったし、あとねまさか服を脱いで翔くんの腕が見れると思わなかったよね。なんか得した気分になりましたよね。あとさなんかそれこそさなんか私ちょっとなんか嫌だなって思ってたのが、なんかすごいさ口パクだみたいなこと言われてさ、本当私 X なかなか見ないっていうか本当に情報だけを見てなんか嫌なことは見ないようにっていうスタイルで最近はいるんだけど、もう皆さんの目にも入ってると思うけど、そのナンバーアイ口パクなんじゃないか疑惑みたいな、いやいやいや私の勝手なあれですけど、さちょっと前にさ音声トラブルあったじゃん、だからさもうそのそう見えた人はそれじゃないって思ってる。だってね歌の練習を必死でしてるわけ、ゴートのね。めちゃくちゃ音源聞いてさ多分歌ってたと思うんだよね。だしさたとえ口パクだったとしてもあのパフォーマンスマジかっこいいよ。たとえねあのダンスマジやばいから。その私のインスタさフォローしてくださってる方ならわかると思うんですけど、私毎週そのダンス練習してるんです。ど素人今誰からも習ってない、本当に付き添いで家族に来てもらうぐらいなんだけど、でもほぼ独学だからさ合ってるか間違ってるかわかんないけどやってるんですよ。サビだけでとんでもない体力消耗するからね。まあ、体力はねナンバーアイの皆さんはもう私なんかにはるかにもともとあるのは分かってるけど、だとしても自分が実際踊ってみると分かるのよこの大変さがきつさが。だからよりさこんなのやってるんだ3人とか思うとさより凄さを体感できるよね。で歌もそうやっぱ3人ともなんか違っていいみたいなとこがあって、岸くんはさ本当にアーティストだなって思うオリジナリティ溢れるさ、なんかもう本当に何回も何回もリピートしたくなるようなさ岸くんにしか出せない声っていう感じで、ジンくんはさ結構さラップパート歌いがちだったじゃんキンプリ時代とかも、やっぱさ言葉はめんの上手だよね。私全然できなくて普段からラップを歌うっていう習慣がないんですよ私。てかありますだから自分でやっぱ実際歌ってみてすごーって思って、あとさダブルユータがさ2人ともさ表情管理やばくない？なんかやっぱ曲も気持ち乗せやすいんだろうなって思うんだよね。そのメッセージ性もすごいあるし歌詞にさ、翔くんは翔くんでさ深く帽子かぶってるのに男前が隠しきれてないし、なおかつ歌声もさ唯一のハスキーボイスでこう低めのさところがさこうかすれてかっこいいのね。でさ私のその拙いダンスやってて思うのがやっぱすごいよね、足使いとかやばい、あの素人には到底真似できない、もう3人の足使いがぴったり揃ってんのよ、すごすぎる本当。だからさ他のアーティストさんもかっこいいって言ってくれるじゃん、プロが言うんだから本物だと思うよね、本物を見せてくれてるなって思う、超かっこよかったよ。だから本当になんか SNS でこういろんなことを言われたりするかと思うけど、もちろんねキンプリもイワチもそうなんだけど、本当に負けないでこれからも自分たちのスタイルで頑張ってもらいたいなっていうのは思うよね。まあ応援してるし全然出なくない？ねマジでユータ出てこないんだけど、あとジンもあるらしいんだよね、ジン
私ジンも待ってるからマジでないじゃん、ね、お願い追加で買うよマジで。ね、なんで好きな人が出ない、頼む。あ、ショウがまた出ました。ショウくん出てくれた、やったやばああ危ない、潰すとこだった1個。あやこさんラスト1袋本当に頼みます。いや待って、ラストじゃなくて追加で買うわマジってコアラのマーチに本気になる人でも私コアラのマーチ大好きだから全然ペロリだと思う。ただ怖いくらい太りそう。ラスト1個待って買ってくる、 GO 買ってきた10箱また再度、今度お菓子の町岡で買ってきた。11箱目開けます。店員さんになんか10箱店頭に置いてなかったから入荷ってされてますかって聞いたの。そしたらイチゴはまだ入ってきてないけどあるよって言って奥から出してくれた。改めて入れてくれますように、頼む。小太郎ダメだ、待ってマジで結構出ない。1箱に1人ぐらいいるかななんて思ってたけどダメだ。何なの一発目のさ前に2個入ってるってえ待っていない、1人も。すごい、なんだったら本当の初回の1箱目が一番収穫ありだよ。どんどん開けていかないとね。でも逆に一箱に3人入っててもおかしくないんだしね。え、ゆうこさんすいません呼び捨てしちゃった。こうせ今のれんくんの役柄。待ってもう乗せるとこないんですけど。え、こうせいさん2個目。え、待って200目もない、怖い。いや、こんなにダブルユータと縁がないなんて泣く頼むよ。っていうかさ、マーチくんってここに書いてあるじゃんマーチくん、ワルツちゃん、ドレミくん、ミドレちゃんだって。私コアラのマーチのこと全然知らないやん。まあいっか、今日知っていけばいいよね。え、なんだったらさ、ナンバーアイについて結構語りたいこと多かったんだよ。あ、ヒロノか。ヒロノじゃないの？それこそさっき話したベニュー101。嬉しかったんだよね、本当に。とにかくさ、テレビに出たのがこんなに早くて、もうね、かっこよかったとこ一個一個あげたいぐらいだったの、本当に。あ、秀明さん。タッキー2個目。まずさ、岸くんがセンターで始まって、なんかその、マイクを直しながら、こう、はい出て、前に出てくるとことか。やばい、かっこよくなかった。やっぱり興奮してる。センターをさ、翔くんと入れ替わって、翔くんがセンターに来るんだけど、なんかこう、歌に入る瞬間にこう、首をひねって、入ってくるの、そこもやばくって。もうさ、踊り出した平野翔はやばくない？なんだったら何もしなくてもめっちゃかっこいいんだけど、踊り出したらもう、さらにそれを超えてかっこいいがさ、もう、やばい。でさ、ジン君はさ、結構手つきこんな感じでさ、アイソレみたいの入れるとこ結構多いじゃん。もうそこのジン君めっちゃ好き。でさ、何回だってターちゃんがって君の前でラブのメッセージってとこあんじゃん。あそこの、岸君がめちゃめちゃ目線こっちだったの。ずっと好きで。ちょっと一時から、本当になんかその、君の前でラブのメッセージがすごいなんかキュンキュンしてる時あって、好きなんだけど、なんかこのさ、ゴートって楽曲、で私今日語ることじゃないのかな。ゴートのさ、CD の開封動画の時に話すことだと思うんだけど、聞くたびに、こう、ハマるワードが違うのね。今は、プデバジュナーが好きとかあるの。聞けば聞くほど深くない？なんか。あ、こんな風に歌ってんだみたいな。もうそもそもそのラップを聞くっていう習慣が私の中であんまなかったから、過去。なんかラップおもろいなみたいな。一つの音符の中に文字が何個か入ったりとかする歌い方するじゃん。なんかそれが癖になるんだよね。いや、なんか本当にさ、メンバーの名前が全く出てこないせいでさ、勝手に喋り出してるね。なんかこう、名前が出たタイミングで話そうみたいな気持ちだったの今日。え、待って、マジで3箱目まで何も出てこないんだけど。ちょ、待って、あ乗せられないくらいの量になってしまった。
ここに載せよ。このままじゃ本当にダブルユータになれない。もうさすがに出てくれなきゃ困るよ。でもほんとさ、さっきのナンバーアイの5とテレビ初披露まだ喋り足りないいやだったらさ、ちょっとリアクション動画撮れよって感じやけどさ、名前見てなかったわいやなんか本当に記念すべき日すぎて、すごいその時間を大切にしたかった。なんかすごい真剣に見たかった。なんか本当に動画とかちょっと収められなかったんだけどThis is masterpiece のさ、とことかもさ、なんかもう下からえぐるような岸くんのアングルとかさ、マジかっこよかったし足らなかったわ。え、ちょっと見逃してないよね。なんか興奮してきちゃった。なんかちょっと今ちょっと見ながら喋っちゃおうかな急にあ、ここ月の健在ゴールカイカカイカと思った。ジッジッのとこさ、チュッチュッって聞こえてくる。あ、ここ結構えって切ったミュージックだそう、ここのさ、翔くんの間違いじゃない、それが俺のアンサーってとこ、ここめっちゃかっこいい。目とか翔くん全然見えてないんだけど、もうフォルムがかっこいいんだよね。なんかね、3人でトータルしたこう並びとかもかっこいいし好きです。本当にいないんだけど、ビビるぐらい出ない。1個も出ないのはあります？そんなこと。え、何、もっとコアラのマーチに集中しなかったから、もっと向き合えってことか。先生、なんかナンバーアイのことばっかり言って、先生出てきてお願い。今現在私が求めてるのはユータ、ジン、カイが欲しい。それで多分揃う。違うやば、待って、もう半分開けちゃったよ。お願い頼む。出ました、高橋。私高橋さんと縁あるな、すごい。え、待って、高橋とひなのさん一緒じゃない？え、こういうこともあるんだ。高橋さん出てちょっとメンタル取り戻した。こんなに出ない。ユータとか呼んだことないよね初めて呼んでるよ今。え、何だったんだろう最初のさ、一つ目で当たるみたいな変な自信いや、そういうさ、奇跡を出した人の SNS の投稿で自分もいけるみたいな気持ちになっちゃってたんだね。調子乗ってました、すいません。いえ、マジでない、やばい、ほんと出ないの？もうペースめっちゃ速くなってるもんね。やば、全く出ないよ。これもうコアラのモアチいくら使ったら推しの名前出るのか。だってさ、もうこれ最後から2箱目だよ。どうする、迷い始めた。この大量のコアラのマーチを食べきれるのか説も出てきたし、こんなんしたら良くないっていう方向になるギャンか。もう絶対家族全員に協力してもらうし、なんか初めてコアラのマーチを冷凍するかも冷凍しなくていいか、冷蔵庫でいいか。冷蔵庫入れなくていいか別に。でもさ、チョコレートってさ、ちょっと硬いぐらいが美味しくない？私だけ？それで、これでさ、追加購入しに行くかっていうところだよね。もう出ないと思っちゃってる自分がいるもんね。ダメ出るもう変なドキドキ感出てきたよ。これでダン結構えって切ったミュージック。10箱あれば出るだろうっていうのが舐めてんだな私もう。え、待って、これで出なかったらどうしよう。私はユータに会えないの？ダブルユータに会えないの？母ちゃんは言うても高橋3回出てるからお会いできてるみたいなとこあるけど、え、マジでジンとユータ出てくださいよ。だってユータ1個あればね、2人ともユータだからはい。うわ、こんな感じになると思わなかったな結末。え、出ないって思っちゃってる。出る。メアリー初めて出た。あ、入れてくんや。あ、ちょっとなんか名前の雰囲気違うぞ今回。リンダーほら、初めての人が多くない？来るんじゃない？最後に来るんじゃない？マイン、ここに来てマイン。自分3度目。やば。
ラスト1個。どうどうどう秀樹。10箱で高橋しか入ってなかったんだけど、もうこれで最後にするから10箱買ってきました。いやもうさっきの感じからいくと結構厳しい。いやだから本当に推しの名前見つけた方ってすごい引きなんだと思う。だって私この動画ちょっと投稿日ずれるわ。3回買いに行ってんだよ。30個最初に買っときよって話したもんね。21箱目突入です。あ、そうだ、私すっごい大事な重要なことお伝えする予定だったの。さっきね話すタイミングがあったかも。実はトゥーヒーローズ参戦できることになりました。マジで嬉しい。本当に女神っているんですね。誘っていただけて本当に感謝。ちょっとねキング&プリンスの方も落選しちゃってたし割とへこむ気持ちでいたんだけど本当に嬉しい。本当にありがとうございます。そう、私今日ナンバーアイの話めっちゃしたかったって言ったのはそれもあったの。21箱目もそんな話してたけどいない。2箱目。てかさ今ちょっと部屋入ってくるときすっごい甘いいい匂いで食べたくなってんだけど。てかさジンってさ多分さ名前の方のジンだよね。でも神宮寺のジンとしても使えるみたいな。23。もう開け方変わってきてるから私見やすいようにしてる。あ、ワルツちゃんだ。いいことあるかな。あとキンプリちゃんが所属するスタートエンターテインメントのお披露目コンサートっていうのちゃんと応募しました。これまた東京ドームね。なんかカウコンみたいだよね。豪華出演者でどんな感じになるのかなってすごい楽しみだし、そっちもね行けたら嬉しいなって思うの。その占いでチケットとか当たりやすいの3月だよって言われたんだけど、唯一さ3月の応募じゃない。これが当たるんじゃないかって私思ってるんだよね勝手に。おしゃべりしててさ出てこないよ。24箱目。もう食べたいもう食べたい。待って、やばい。私さもしかして本当一軍結構良かったのかもしれないよね。本当に出る気がしないんだけど。やばい、一人も出ない。ネガティブな発言してるからいけないんだ。来る来る来る。え、ゆうたとかさ結構ありそうじゃない。だってなんかに見えた。胃が見えなくて。26箱目。もうだって一人も出てなくない。出たっけ今。え、ワルツちゃんだけじゃん。もうこの一袋全部ユータジンでいいよ。どん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 下向いちゃってる。どん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 。もうこれ何の内職だよ。マーチくんまた入ってた。もうゆうことかに、ね、ティーみたいの出してさゆうたにしちゃうから。あと2個。やったやった。28箱目来た。ゆうたありがとう。やった嬉しい。ありがとう。ちょうどいいんじゃないですか。今の箱を買ってたらさ一度に2個入ってたんでしょ。ゆうたが。え、最高じゃない。え、なんでそれと最初から出会えなかった。なんなん。はは。やっぱり思いって伝わるんだね。理想はジンと貝があれば最高なんだけど。わー、ない。ラスト開けるよ。いやちょっとでも安心してる今は。一応全員分の名前ゲットしたからね。待って、また前入ってんだけど。私が前だから前の引き強すぎ。やっぱなかった。検証結果30箱開けて6人の名前ちょっとおまけだけどゲットしました。イエイ。やった。この景色えぐくない。見てください。揃いました6人。
私もお邪魔します。やったー、もうさすがに食べていいよね。いやちょっと本当はゆうと食べときたいんだけど、もったいなすぎて。好きなもの最後に回すタイプだから。最後に回すわ。じゃちょっとタッキー社長ちょっと生贄にいただきます。タッキーはもうずっと目の前にあってずっと食べたかったから嬉しい。ほんでちゃんと届いてるんですよ、ゴートの CD。 これね、次回ちょっと動画で開封動画やりますので、ぜひまたチェックしてみてください。ちょっとね、カイとジンが出せなかったのがちょっと残念ですけど、これ以上はね、もう開封しても食べていける自信がない。それでもさ、一応全員の名前じゃん揃えられて嬉しかった。ちょっとね、ハッピーになるこのコアラのマーチ。とりあえずジップロック入れるわそれこそゴートの初回特典見ながら食べるわ。皆様も推しの名前に出会えるとちょっとハッピーになったりするので、見つけたらやってみてください。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャレンジャー。